あ、そらくんだった。はい、こんにちは、そらと。ゆきです。今回は、トテラの。今回はトテラの NFR 購入品を、商品紹介とともに開封していきたいと思います。思います。ドン。ドン。はい、じゃあ開けよう。はい、開封が終わりました。ということで商品の紹介をしていきたいと思います。はい、まずは毎月 NFR で私が購入しているのはこのライフロングバイタリティパックのビーガン用のライフロングバイタリティパックです。別にビーガンじゃないんですけど、植物のパワーをよりいただけるかなって思って、このビーガン用のLLV の栄養補給のですね、足りてない栄養を補給するサプリメントを毎月、これは毎月買っています。そらくんも飲んでるね。どんぐらい？まあまあです。まあまあが分かんないんですけど、朝そらくんはこれこの3種類を1錠ずつ飲んでいます。簡単に言うと抗酸化オメガ DHA EPAアスタキサンチンで、これがビタミンミネラルです。これを1錠ずつね。で、私と秀夫くんはこれとこれとこれを朝と晩に1錠ずつ飲んでいます。これね、全部で120粒ずつ入ってます。はい。で、次が、まあ、これもだいたい毎月か2ヶ月に一遍買ってるんですけど、これは何でしょうか？これは食器用洗剤です。食器用洗剤です。すごく濃縮されているので、10倍とか20倍に薄めて使うことができます。食器だけじゃなくって、トイレとかお風呂とかもこれ1本で洗うことができます。次はこれ。次、もうこれはね、もう私アラフィフで消化器官がだいぶ弱ってきてるんですけど、食いしん坊なので1日1食1食じゃなくって3食、まあ、食べたいんですよね。で、まあ、そのサポートに消化をサポートしてくれるゼンゼストのカプセル、これもほぼほぼ毎月買っています。で、このオイル、これはクローブ、これはですね、今月のプレゼントのオイルなので、今月の 125PV を買ったプレゼントのオイルとしてクローブをいただきました。オイルの中では抗酸化若返りがナンバーワン、嬉しい。あとゴキブリさんとかも超このクローブの香りが苦手です。はい、まあ、これマラマですね、限定品のマラマっていうオイル、これむちゃくちゃいい香りで、はい、なんかサンダルウッド、ハワイアンサンダルウッドとか入ってるんですよね。もうこれ母の日に1回出たんですけど、むちゃくちゃいい香りで、また限定品で出てくれたから、あーすごい、たまらん、嬉しいです。めっちゃいい香りね、これね。マラマっていうブレンドです。次がセレニティです。セレニティもこれね、もう我が家の眠りの粉。なんか眠りの粉液です。眠りに導いてくれるブレンド、もう秀夫くんは超これがお気に入りのセレニティです。これです。次はこれ、あ、もうこれもホリデーの限定品なんですけど、これね、さっきめちゃくちゃいい匂いだったこのマラマのハンドクリームです。わお、いや、これお母さんね、顔にも塗ろうかと思って買ってみました。はい、はい、どうぞ。手に取って、はい、たっぷり
女の人はね、自分の顔より一番一日の中で手を見るんですよね。だから自分の手が綺麗だとすごく毎日気分が上がると思うんですよね。だからハンドケアしっかりしていきましょう。わあ、めっちゃいい香り。さっきのマラマと混じってるからね。いや、これいいね。あ、すごいしっとりする。ほら、ちょっとこうお母さんこれ20代の手って感じじゃない？これ20歳の人の手、あ、10歳の人の手。ちょっと20歳は頑張りすぎか。ノーコメント。ノーコメント。はいはい、うん、で次がこれはヤローポムというあのサプリメントになります。あのこれ飲み始めてね、あのお肌がツヤってなったり、ちょっと明るくなった、うん、毎日鏡を見るたびにとてもいい気分でいられる、あの美容のサプリメントです。毎日一日夜にね、1錠1粒、私は飲んでいます。1錠じゃないね、1粒私は飲んでます。はい、これです。これあのこれね、何だと思います？何だと思います？そうね、これです。これ、あ、めっちゃいい香りよ。おう、ということでドンドン。これはね、あのトリートメントなんです。なんで、ドテラの SDGs エコ活動にもすごくあの力を入れていて、あのやっぱり容器プラスチックの容器を使わないようにっていうことで、9月のドテラのコンベンションで、あの固形のシャンプーとトリートメントが発売されたんですね。で、私先に固形のシャンプーを買って使ってみたんですけど、もう使用感がむちゃくちゃ良かったから、ちょっとトリートメントもまた買ってみようと思って、トリートメント、固形のトリートメントも購入してみました。使うのが楽しみ。はい、で最後がこれだな。これさ、もうなんかめっちゃ気分上がりません？これ気分上がらん？上がるね。もうめっちゃ可愛い。これそう、はい、こんな感じ。これオイルを入れる？ポーチですね。はい、オイルを入れる。これポーチです。こんな感じ、中にね。ちょっとオイル入れてみようか。旅行の時とかさ、めちゃくちゃ良くないなんか。で、前使ってたこういう、あの前2年前ぐらいもこういう、あ、前2年ぐらい前もこういうポーチがあの発売されてたんですけど、あのそれボロボロになったなってね、もう捨てちゃったからね。あの今回またかっこいいポーチが出て、すごい気分が上がってます。中に入れるとね、こんな感じでオイル入れて持ち歩けるようになってます。でさ、これさ、なんか思ったんだけど、多分深いけんあれが入るんちゃう、ロールオン。え、マジ？取り出して、あ、すごい。ロールオンが入れられますよ。あ、すごい。オイルだけじゃなくって、ロールオンもこんな風に入れて持ち歩きができます。めっちゃ嬉しい。ドテラありがとう。はい、ということで以上で開封動画を終わりたいと思います。皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた。チャンネル登録はここじゃあまた。